はい、こんにちは、ジャッキーです。今日はですね、このホームベーカリーなんですね。これホームベーカリー、これタイガーのホームベーカリーなんですけれども、これね、中があって、ちょっとね、もう便宜上もう外しちゃってるんですよ。中にスクリューがあって、ね、パン混ぜる、もう外してみましょう。こういうのついてて、でその軸としてこれ、簡単に裏見たら外せます。裏でねじったら外せるんですけど、これをね、このタイガーのやつ使ってらっしゃる方、多分ね、悩んでる方多いと思います。なんかね、キー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 音が鳴るようになって、ここからね、これが回るとき、この音鳴るようになって、なっちゃってる人すごく多いと思うんですよ。で、それの解決方法ちょっとお見せしますね。まだ実はこれ修理してません。修理する前です。修理する前なんですが、ちょっとねバラしてみますね。これ。よいしょ。ちょっといいのかな。まずね、これ取ったらですね、こういうゴムのキャップがあって、この裏もね、汚れてるんで、洗った方がいいです。ここも取れるし、あとね、ちょっともう、ちょっとこれも便宜上、ネジ外しちゃってるんですが、3つのネジね、あって、それも外しちゃってるんで、すぐ取れますが、ネジをね、外したら、プラスドライバーで。これステンレスの、ネジ使ってます。錆びないように。ので、結構強いんでね、外せます。メッキしてあるだけだと、ネジの頭が潰れやすいんで、あんまり触らない方がいいですけどね。まあ、それ外して、で、ここのね、裏もね、汚れてるんですよ。だから、ここも、まあ、爪楊枝とかで、ね。で、これも、まあ、タイガー使ってる方は、多分、困ったと思うんですけど、ここね、バネが入ってたんですね。そのバネっていらないです、正直。もう、僕はもう使ってる間に切れちゃって、で、そのおかげでこの軸がボロボロになってるんですけども、錆びてね、切れて、ぐちゃぐちゃになってこの軸傷めるんで、もう最初から取っちゃった方がいいと思う。もうこれ僕はもうだいぶ前から取ってるんで、ないですが。で、あとね、取った後も、ここには溜まりやすいんで、生地が、毎回洗うようにしてます。そして、問題のこれ。これなんですが、ここもね、結構ね、汚れるんで、ここのリング外して、こうやって、ね、外すんですけど、取るんですが、これがね、これ。これなんかワッシャーがついてるんですよ。これね、見えますかね、小さいんで見えにくいかもしれない。このワッシャーがね、またまたね、割れやすいんですよ。もう一個割れちゃいまして、裏側、こっちはもう割れ、こっち側にもついてたんですよ。割れてますね。あ、今割れた。大丈夫。ね、もう割れたんで使い物にならないんで、まあこれも割れます。で、ね、まあそれは仕方ないとして、でですね、今回というか今日ね、気づいたのは、これなんです。これね、グッと押したら出てきちゃうようになったんですよ、これ。というかね、焼いた後、いつものように洗おうと思ったら、なんか生地がすごいついてるなと思って、洗ったらこんなことになってました。これがね、どうなんです。銅製なんですね。緑色のサビが出てるんで、多分銅なんです。10円玉と同じ材料で。で、なんかね、劣化したんでしょうね。で、多分圧入してるだけだったと思うんですけど、グッと入ってるだけで、接着剤とかつけたら、パンって200度ぐらいで焼くんで、まあその温度に耐えられないのか知らないですけど、まあ多分圧入してるだけだと思うんですが、それがね、まあプラスチックと銅なんで、膨張率違いますから、熱のね、熱加えた時の。だから、まあ何かしら、まあ、外れちゃったと思うんですが、グラグラになってて、で、グイグイ、なんかすごい音したんですよね。まあ、もともとグイグイ音してたんですけど、それがね、ひどく、もうすごい音になってて、
で、なんでかなと思ったらこうなってました。これがね、外れるんですわ、これが。これがね、外れるようになっちゃって。ほら、簡単に。こんなもの。で、なんですけど、なんで外れるかというと、これもね、ちょっと多分血管だと思うんですけど、ここね、ここプラスチックの穴じゃないですか。で、ここのね、このかしめてるこのリングが、このプラスチックより小さいんで、かしめてても、このプラスチックの土台よりも奥に行っちゃうんですね。奥に行っちゃうんで、これが、まあ、もう圧入されてる時は大丈夫だったんですけど、まあ、劣化してきたら、もう、グラグラなんで、止まることができなくて、ピュッと飛び出ちゃったということです。で、なんですが、これ解決策ね。はい、このシャフトがですね、8ミリです。ので、ここに、ステンレスワッシャー M8 って書いてあるんですけど、8ミリでね。で、この大きさだとダメなんですよ。この大きさ、まあ、この大きさでもギリギリいけるのか。この大きさでもギリギリいけるんですが、これ割れましたんで、ダメだった。まあ、だから出てきたのかもしれないですけどね、これ割れ。これよりも、まあ、大きいかこれと同じぐらい。これより小さいワッシャー多分ないと思うんで大丈夫だと思うんですが、これをね、まあ、150円ぐらいなんで、ワッシャー、こんなに入っちゃってますけど、まあ、1個でいいんですけどね。1個で買ってきて、これをですね、ここに。これじゃ弱すぎたし、割れたんで、これを入れると。これをピッと入れて、どちらかというとね、この、面取りしてある方がプラスチックの方がいいと思います。面取りしてない方、鋭利な方がプラスチックが当たると、どんどんプラスチック削れていくと思いますんで、プラスチックの方にして、まあこれもう一回はめますね、この取れたやつ。で、こうやります。じゃあぴったりなんです、これ。ここはもう出てこないです。ここ押しても出てこない。で、先ほどのようにもう一回組み立てると。これね、かしめ。もう今回はね、これを入れる隙間がありません。ので、もうそのまま入れてます。もう、それするしかないですね、これ。あんまりやると、トルクかか、力がかかりすぎちゃうんで、まあもうそれは仕方ないかな。で、これでぴったりになります。で、あとはですね、もう一回組み立てると。ちょっとね。よいしょ。ちょっと、もう一回。組み立ては、ちゃんとネジ回しますね。もう一個あった。よいしょ。はい。もうね、このワッシャーさえあればすぐ直せるんで、OK。これで OK。で、先ほどのこれね、これに。これはね、はめるのがね、3割です。3箇所あるんですけど、これね、どこに合うか、わかんないんですよ、これが。あ、わかるな。ここに合わせるんだ。わかるな。わかるじゃん。今まで分かってなかった。ここに合わせたらいいですね。この溝。他のはついてないので。この溝がついてるところに、これか。ここに合わせて、回せば、ぴったり。なんだ、ここ合わせばよかった。はい。で、ですね。これ。はめると、よいしょ。はまった。これね、ぴったり。すごくいい状態。これね、昔油つけてたんですけど、油がどうもね、生地の方に入っちゃうみたいなんで、もうつけない方がいいと思います。まあ、つけるとしたら食用油をつけるんですかね。僕、シリコンオイルとかつけてたんですけど、どうもね、パンに入っちゃってたみたいで、ここのね、バスケットがね、そこまで強くないみたいなんで、ついちゃうんで、というか、生地がこっちから出るってことは、後ろからも入ってしまいますよね。で、油つけては、もうつけないようにしてます。ちょっと心配な方は、食用油
つけたらいいかなと思います。はい、ではこんな感じで装着 OK。 はい、これで治りました。てな感じでね、今日はね、あのタイガー、まあ多分タイガーだけだとちょっと他の使ったことないんでわからないですけど、タイガーね、本ベーカリー、あの潰れやすい部品、これで直せましたっていう、ご報告でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。バイバーイ。